今もう1万人目前で、だかありがたいです本当にありがとうございます。1、2万人まで来るとさ、毎日レッスンやってんじゃん。最近そうね、おかげさまで毎日やってるね。問い合わせもらってる人はね、予定合わせながら、そう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 やらせてもらってるからさ、それですごいレッスンやってるけどそれだけさ、ファンの方が来てくれるようになったら、なんかレッスンの中身っていうかさ、来る人たちの感じも。 変わっってててきてんのかなと思ってやっぱりレッスン来ていただいて言ってくださる内容っていうのは動画とと違いいますねっていうこと、うん、動画で言ってることは、うん、まあほとんど、まあ、やらなくはないけど、うん、今日の方なんかも左腕を使ったボディーターンのスイングをやってもらったんだけど。うん、平井博明のンナップゴルフ まあそれでもうドライバーなんかチーピンとプッシュしか出なかったのが、うん、まあすごく良くなったんだけどね、まあ、毎回こんなこと言ってんだけどうん、うん、本当に良くなったから言ってるわけで,、うんうん、ですごく今までで意意識識しててたた部分が全く違うところをすするんですねって言われのその方もレッスン通ってたらしいんだけどそこでは、ね、い,い,いいレッスン受けてて、うん、で、まあ、たまたまうちのチャンネル見ていただいて、うん、で そのレッスンに来ていただいたんだけど、うん、あの今までやってた意識してる部分、うん、全く違うところを意識するんですねって言われたのね、うんうん、でもその方に合った最善なこう伝え方をしてるつもりでレッスンはいつも毎回やってるから、うんうんね、意識する場所が違えど、うん、まあそれはそれで俺はいいと思ってるのね。やっぱり来るまで、うん チーピンとプッシュがやっぱ治らなかったっていうことが、やっぱり俺は引っかかる部分なんでね。じゃあ今までやってたことと同じことをやっぱり指摘させてもらうと、うん、もしかしたらそのまままた治らないかもしれない。うん、うん。だからレッスンに来た時点のことをやっぱり伝えることが多くて。うん、で、それを 再発させないためにどういう練習とドリルをやらなきゃいけないかっていうじゃあその人が今まで何習ってたかってもしかしたらまあレースンの中で聞いたかもしれないけど、うんうん、聞かないでね、うん、平井君がアドバイスすることって、うん、今までこういうふうに習ってきたからこっちを教えるじゃなくてもともとそれを指導するわけでしょ、うん、今までどう習ってたかとかそれと違うこと言おうって思ってるわけじゃない、うん、ってことだよね 伝えたいことが全然違かったっていうのがもう全てなんだよね。そうだよね。うん、だから、もしかしたら、平井、うん、だけ見てる場所が違うのかもしれないし。いや、そうだよね。うん、いや、そうだと思うよ。うん。うんうん、そうなんじゃないそう。で、それも別にね、いい悪いじゃないし、自分の経験談として、世に回ってる直し方あるでしょ、うんうん、ああ一般的なっていうか、よく言われるようなこと、うん、あれで直った試しがないのね。<laughs> だから言ってんの、俺は。違う言い方として。ああ、すごい分かる。違う注意点として。分かる、分かる、分かる。うん。多分、登録なんか勉強を教えてるから、すごくそういうことってあると思うんだよね。めちゃくちゃある。ね。分かる。勉強で例えるなら、問題の解き方をね、世の先生は教えるわけ。はい、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 はい。こういう問題があります。これはこういうふうな式で、こういうふうに解いていきますよって教えるんだけど、それはね、分かるの、誰でも聞いたら。うん。 で、みんなそれ聞いてるわけじゃん。学校でも、さ、塾でも。でもできるようになんないでしょうそれがなんでかっていうのを俺考えてたんだよ、ずーっと。で、見っけたのが、なんで、そういう風に解こうと思ったのかっていうところに気づけないから、まず解き始められないんだよね。はいはいはい。そう解くっていう見通しが立たないから。っていうのが勉強では必要だなって思ってやってたんだけど、でも今の話も聞いて、ゴルフのね。同じなのかなと思って。こう打つんだよって、 言っても、そういうふうに言われればそこじゃ打てるけど、じゃあ自分でパッてその状況になった時に、どうやって打とうっていうのがちゃんと考えられないとダメってことそうそうそう。そう本当そう。ね、解き方だけ、だから打ち方だけ教えても、その前の話で、こういうふうに打とうって思わなかったらダメってことね。そうダメそう動けないしね。そうだよね。思わないと。そうだよね。そう、だからコース行ったらもう一発なわけよ。ああ、そっか。状況が全部違うから。そう。 だから、例えばじゃあ、トオル君にラウンドレッスン、俺が一緒に行って、うん、トオル君ここから、どういう球打ちたいのって言って、うん、で、トオル君がこういう球打ちたいって言ったときに、それも全然正解だし、うん、ただ、一番イージーなのは、うん、こうやって打った方がいいんでこういう球をトオル君打ってくれるって俺が言うとするじゃない。したら、それでレッスンを終わりにしたいわけ、俺は。あ打ち方じゃなくて、ね、その打ち方じゃないの。 そういう球を打とうとするように考えるじゃない、うん、やり方は何でもいいのうん、うん。だけど、例えばじゃあ高い球。高い球だったら高い球を打とうとするわけじゃないうん,うん。したら、今までやってたことがドリルとしてスイングを作り上げてきたものができない可能性だって出てくるじゃない、うん、そうだね。打ちたい球が違ければ。うん。だからそういうことがコースでは必要だから、うん平らなとこだけの打ち方をずっとやってたって、やっぱコースでは通用しないんだよね。だから、 なんで、この状況で、こういう球を打たなきゃいけないかってことは、こういうピンポジションで、こういうライで、だからそういう球を打とうとしたってやっぱはっきり思えないと、なかなか現場でいい球って打てないから、もちろん数だったりするんだけどね、コースのラウンド数だったりもするんだけど、だけど何を目標にしてるというか、ゴール地点としてるかによっても、全然変わっちゃうから、 でもその条件としては、うん、練習場の平らなところで打てなかったらそれもないから、うん、練習場に行ってちゃんと平らなところからまず打てるようにしましょうねってことなんだよ、ね。うん、まあ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 そうなんだろうね。基本のスイングを作り上げる上で、うん、そう練習場のマットの平らなところで、うん、まあちゃんと打てなきゃいけないっていう。うん、コースに行ってそういうふうに考えられるぐらいのレベルまで行ってる人はいいけど、うん、そうじゃなくて右ばっか行くんですとか左しか行かないんです。 うん、っていう人はまず練習場で打てなきゃいけないわけじゃない、うん、そうするとやっぱちょっと違ういや。まず、その考え方が意外と多いのは、うんうん、右ばっかり行くんです。どうしたらいいんですかって、もう俺に答えを求めてることが多いのね。はいはい。まずそうじゃなくて、うん、じゃあなんで右行くと思いますかって俺がリターンしたいわけよ。<laughs> <laughs> まずね。ああ、すげえわかる。うん。 だって、右行ってるのは誰が見たってわかるし、本人もわかってるじゃん。うん、そこで考えるのをストップしてる方が多いわけ。うん、ダフリシャンクも全部そう。ミス。一、うん、くり。勉強もあるのよ。<あ>先生、これは、この問題わかんないんですって言われたら、絶対に何がわかんないのそう <laughs> そう。ね <laughs> そうだよね。そう。何が分かんないのってう。そうすると、解き方が分かりませんっていうの。それは分かってると。解き方が分かんないのは分かるけど、どこの解き方で何が分かんないんだっていうのをずっと聞くわけ。まずね、そう、考えて質問できないとね。そう。ま、質問できたらできるんだけどね、もう。そうだね。そうそうだからもう、紙一人っていうか、もうできてるのと一緒なんだけど、か質問がなかなかね、そう。できないんだけどね。そう、それは分かんだけど、 考えようよってことだよね。そう。答えが出なくていいから、自分でやっぱ考えることをしないと。そう,そうだよね、うん。ラウンド行った時に、やっぱり、ね、うんうん、いい結果が出ない。うん、例えば、いい結果っていうのは、ミッショッとした原因がわかるっていうのもいい結果だし。うん。そう、ナイスを打つだけじゃないし。あそうだよね。そう。あ、わかるわかる。うん、そうだね。間違えた原因にない。そう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 。 うん、解き方がダメだったから、うん、こうなんか答えが間違っちゃったとか、なんかこう原因が分かってたわけだね。そう,そうだね<ー>、うん。そうすると考え方が次、ね、同じ問題が出た時の考え方が変わるじゃない、うん、そうだね。<ー>で、そこのあれよね、比較よね。そう。あの前はうまくいった時はこうだった、失敗した時はこうだったっていうのを自分で2パターン分かったら、<ー>じゃあ、そこに何の差があったんだろうって考えて予想して、あ,あ,あ、じゃあここだったのかもってやって、次うまくいけばやっぱそこだったし、うん それやってもうまくいかないんだったら違うとこだったしっていう、答えじゃなくて、自分で予想して、やってみて違った、合ってたの繰り返しで、どんどんその答えに近づいていけるってことよね、自分の。そう。そうねとそう。わかるなそう、だから本当物事の考え方、ねね、が変わるだけで、うん、全然結果として違うものがね、そうだね出来上がったりするから、わか,かんないって思ってんのも、 違うわかるじゃないわかんないんだけど。うん。だから、それをわからないまま投げかけるよりは、自分でもがいて、うん、これってダメなんでしょうかこれってこうやったら治るんでしょうかって、なんかこう一言もらえるだけでも違うだろうし。うんうん、そうだよね。わ、うん、かんないのはわかる。そう。うん、そうなの。だけどね、考えて。そう。そう少なくともやったことは説明してほしいってい。そう,そうそう。ってういう風に添えてみたんだけど、<laughs> ダメだったんでどこ違うか教えてくださいだったら、まあ、なんての考えてはいないかもしれないけど、やったことを説明しようとはしてくれてるから、うん、そうするとヒントを上げる、答えは言わないけど、私この辺どうなのかなっつって。うん、ミスを打った原因をね、まず自分で知る、うん。で、分かった方がいいよね。うんうん、それがなんで右ったのか分かんないと、全部作り上げられたものになっちゃうから、<ー>指摘はできるからさ。はいはい。ね。じゃ 今度、その指摘をして、まっすぐ行った時に、絶対に言うことはなんでまっすぐ行ったんだろうってなっちゃう。そうそう。そうそうだからなんで解けたのか分かんなくなっちゃう。そう。たまたまね。そう。になっちゃうから。そう。たまたまじゃダメなんだよね。ダメ。続かないからね。そう。なんで丸だったか分かんないとそう。で、なんでツだったのかも分かんないけど。そうなの。そうなの。すごく勉強と似てるとこあって。いや、本当だね。うん。うん。めちゃくちゃそういうことってあるね。あるよね。うん。自分のスイングに対してもそうだし、ショットに対してもそうだし、ボールに対しても。 でもこれ言っとくけど、俺がすごい先生だから分かってるだけだからね。世の、そっか。世の先生たちが全員分かってるわけじゃ、俺がすごすぎるだけだから、これは。それ忘れてた。そう。ダメだ、そこ思わないと。そうだから他の人に言っても、えってなっちゃうから。そうだよね。そういう部分あるよね。いや、なっちゃうなっちゃうなっちゃう。絶対なっちゃう。何言ってんだろうっていう顔をすごくされるもん。なんか平井くんもあれなんじゃないすごい先生だってことなんじゃないだから。 いや、やったらめってよ、<laughs> もう。<laughs> ちなみに、ここ、何日か連続で、すごく俺にとっては嬉しいことで、2>, うん、2時間のレッスンの中でお伝えさせてもらった内容が、うん、今までレッスンやってきて、うん、1>, 1回も言われたことないことを言われましたって言われたのが、うん、俺にとっては自己満なのね。うん <laughs> うん、今回も、うん 違うところから直してやったぜっていう気はさらさらないわけよ。<ー>さっき登録が言ってもらったように、うん、そんな気持ちはないの。うん、ただ自分の見たいところのチェックの仕方が違かったっていうだけで。うんうん、別にそんなの一緒だって違くたって何でもいいんだよね。うん、その方が治ればいいんだから。そう、でもそれはちょっと嬉しかったな。 ね俺でもあの世の中の先生がどう言うかも知ってるから、大体学校の先生とか普通の先生ってこうやって言うでしょうって言ったら言いますよって、それ違うからとかって言っちゃうんだよね。<laughs> あの、本当とトロ君申し訳ない。うん。ある。あるでしょ、ある。え、こうやってみんな言う、そんなの当たり前なんって聞かなくていいからだからっ,つって、うん、なっちゃうんだよね、うん。で、本当にその内容で、例えば直したい場合、うん、YouTube いっぱいあるから。 ああ。だから別にワンナップゴルフのレッスンじゃなくても大丈夫。そうだよね。うん、他の人みんな同じこと言ってんだもんね,ね。そう。で、それで治らない方が大半いるっていうことが現実なわけじゃない。いや、本当だ。ねうん。うん。そこだと思うんだよね、俺は。いや、そうだよね。うん、だってそれで治ってんだったら、その世の中にある一般論で治ってんだったら、うん、ワンナップは一人も来ないから。<laughs> 確かに。そうしたら。 なんで毎日入ってんだって話。そう、そう。そう。絶対ワンナップにはお客様は来ないから、治ったら。そうだよね。変な話一般論で言わせていただくと、ワンナップグループは逆を言ってるじゃないうん。ねで、それで来ていただけるってことは、逆って分かってて来ていただけてるわけじゃない。だから今までやったことと治らなかったから、もしかしたら治る可能性があるんじゃないかって言って来ていただいてるわけじゃない。 それが現実だと俺は思うんだよね。そうだよね。うん、で、逆じゃないから。<laughs> そうなんだよ。<う>逆のことを、だからいつも言うけど、そうそう,そうそう。まりしてるわけじゃないから、ね。そうなのもう。<laughs> <laughs> そうなんだよね。そう。まあ一般論っていうのがね、なんだかわかんないけど、ね。そうそうそう。ね、くくりはわかんないけど、うん。線引きは知らないんだけど、うん。ただ もちろん他が逆とも俺は思ってないし、うんそう、その方はその方の教え方があるっていうだけで、うん、だからどれかね、ハマるものに出会えたもん勝ちだからさ。そうだね,ね。皆さん自信がって言ってると思うんだよね。うんうん、でも俺はその10倍自信があるあ。じゃあ反対に、こんなさ、いい話ばっかしてるとさ、確かに。お前ら自分のチャンネルだからそうやって言ってるけどさ、うん、ってなっちゃうから、はい。は,はい。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 ははい。い,い。い。は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 い。 ワンナップに来ても上手くなりませんとか、うん、合わないですよっていう人ってどんな人、はいうん、えっと今まで今全然いましたよ,いいるよ全然いました全然いましたオンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかラウンドレッスンの選考予約あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですねちょっと秘密なこととかですね特別なショットですね をオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願い,いたします。